いや、いけるかな。ちょっとやってみるか。いくぞ。よい。あ、なんかいけそう。あ、いけそう。あ、いけちゃう、これ。チャンネル登録者数10万人を急遽目指すことになった Gチャンネル。リスナーさんにどうすれば達成できるか相談したところ、返ってきた答えは抽選で1名様に銀の盾をプレゼント企画。背に腹は変えられない。盾に入ってる名前は自由に選べます。いらなくなったらメルカリで売り払おう。さあ、君もチャンネル登録をして銀の盾をゲットしよう。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はアニレスターのちょっとしたテクニックとか、またはバグとかね、ちょっとバグちょっと見つかるかわかんないんだけども、今からやっていくんで、まあ、そういったものをご紹介できたらなということで動画撮っております。じゃあまずこの船の穴、ここに下からこう飛んで登ることができるという話聞いたんで、それやってみようかなと思います。はい。あー無理、ちょっと難しいクソ難しいな、この辺。おお、すごい。あー、なるほどね。ここら辺に置いておけば、おお、感動するね。単純にまあこの辺に置いといて、でまあ一発食らってもいいからさ、一発食らっといて、でここで飛ぶと、まあちょっとグライダーいらんけど、そうするとさ相当きついよね。それもさ、あのここやったら見えちゃうから、いい感じにこの見えないさ、見えそうにないこの辺とかに置いといて、まあちょっと実用的かどうかわかんないけど、まあ救助して、で壁入れて、でこっち走っていって、でトンネル回避でここビヨーンってしたら、もうこれ追えないよね。はい、ということで黄金の石窟に来ました。もうね、ここでやりたいことはもう決まってる、正直。で、飛ぶ。これ。これさ、攻撃判定どうなんのかちょっとよくわかんないんだけど。うざすぎ。これうざすぎやろ、これ。これうざすぎやろ。いつまで落ちんのみたいな。すごい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 。わあ、すごい。地上から地下までずっと飛んで降りることができるという。あとここね、線路、これワンチャンさ、ずっとこれ線路上無理かなこれやばすぎるいけるかなこれ。さすがに一番下までは無理かな。いやー、でも地下1階まで行けっけどさ、地下2階まだ足りねえか。うん、ここまでだな。ですぐ登ってっていう。じゃあ行きます。いいよ。よっしゃー、来た。いやー、これでも設置すんの神業やぞ。かなりピンポじゃないとうまくいかない。わかるかな、なんか目安らしい目安ねえぞ。でもかなり微調整してやったんで、ビヨーン、スチャ。いやでもこれ決まったらめっちゃ強えな。こことかなんかさ、目安なりそうやん。ほら、すごい一発いった。こことかどうすか、わかりやすいよ結構。このまあ椅子のね、ベンチのこの間らへんのこの辺に置いておくと、ビョーンからのスチャッつってビョーン。これブチギレるわわ、これやられたらブチギレるわ。まあこれはアニーレスターであることが前提ですけども、まあこういう風にね、窓枠2個飛び越えるチェイスとかうまくいけばできるんじゃないのということですね。いや、これはえぐいな。あの橋が
ギリギリ高さ足んなくて登れないんで、あの永眠町の2階と一緒で登れないんですよ。だからこの階段とかね、めがけてこうビヨーンとかやると強いんじゃないのとは思いますね。うん、これは強いな。はい、月の川公園です。月の川公園ね、まずやばいのが、まあ適当に、まあ、この辺とかに置いといて飛ぶ。まあこれだけでもね、かなりやばい。これね、追えない、これはさすがに。あと地下救助の時のあれでしょ、こう降りる時にこういうことでしょやばいなこれ、地下救助鬼強いな。落下攻撃当てるのは多分無理なんじゃないかな。この速さで飛ばれたら多分無理だよね。まあ普通に、まあこの月の川公園やったら登ったとこに置くだけでうざいと思うよ。うん、これだけで普通に強いと思うよ、下手なことをしなくても。ほっ、すごい着地できた。うん、これちょっとシビアで難しいんだけども、うん、あそこに補助的なやつを置いておけば、例えば、2階建てとかからチェイスして逃げてきたサバイバーが、ここに乗って、まあ、ジェッコに悠々と乗れるみたいなこともできそうっすね。まあ置き方はいろいろありそう。あと、まあ前回の動画でも紹介したんですけども、単純にこういうチェイスルートで、2駅目にジェッコあったらまた乗れるよねっていう、そういうチェイスルートも強い。いくぞ、トゥ、よいしょー。いやー、これ強い。やじゃね、これ強くないか。あー、そっか、単純に難易度低いけども、ちょ、これね、もうこれでも普通にうざいよ、こういう飛び越え系は。僕個人的にはこれおすすめっすね。これはね、ブチギレだと思います。これハンターどうすんのやろ、これ飛ばれたらどうすんのやろな、これ追えなくない？え、どうやっても追えないよなこれ。いや、いけるかな、ちょっとやってみるか。いくぞ、よい、あ、なんかいけそう、あ、いけそう、あ、いけちゃうこれ、あ、いけてまうわ、おいしょい、すごい、いけてもた。ただいま、アニーレッサーの場合は、まあ、ここにジャンプ台置いといて、まあ、そんなシビアじゃない、全然こっから始発まで飛ぶことが一応可能ですね。うん、すごい、置きます、飛びます。あー、届くね、全然、あ、全然届く。うん、やったら反対側の方まで届く別にこれ、うん、普通にクソチェだわ。おっ上がれたすげえ。ここ高さ的に無理かなって思ったけど上がれんだね。この辺に置いておけば、いや、えぐすぎる。あ、落ちた、ああ落ちた。結構ね、ギリギリっすね、ほんとに。よいしょ、きつい判定が。ああ、まあ登れるけど、いや、これね、超判定きついんで、あんまこのために1個消費してっていうのは、うん、なかなかやらないかなとは思っちゃいますね。いくぞみんな、電車対アニーレッサー、勝つのはどっちだ。よいしょ、かかってこい。うわー、引かれた。空中で引かれたら、まあ普通に引かれますよね。まあそりゃそうだよこの辺で多分いければ、よいしょーとかね。うん、こういうことに使うしかないかな。強いんかどうか分かんないけどね、ここ置いとけば、三板経由車のチェイスルートで小屋行くときに、まあちょっと便利かなぐらいだよねこれね。あと、あの、すっごい現実的な話するんですけど、このまあ工場で言うなら、スポーンポジによってはさ、まあ、この辺ファーチェ確定するとかっていう時あるやんか。
でさ、まあえて奥の方に逃げ込んどいて、まあこの辺とかにしとこう、この辺とかで隠密しに行きましたっつって、うん、で保険として置いておくと。でハンター近づいてきてバレそうになったっつったらこう飛んで小屋確定するみたいなね。でこれこういうルート、うん、でもまあ強そうだなとは思うけども、まあこれ1個消費する価値あんのかなとも思っちゃうんだよね。2階建て待機からのハッチ逃げがかなり強いんじゃないか説っていうのがまあ今出てまして、こうね、こういうことね。じゃあハンター近い、ちょっと今詰まってしまったけど、まあまあ普通に届くね、うん、届く距離だ。はい、ということで、今回ですね、アニルスターのジャンプポジ、グライダーポジというのをご紹介させていただきました。まあ、特に今のところバグみたいなのは見つからなかったんですけども、まあ、そのうち見つかった報告みたいなのね、もしかしたら来るかもしれないんで、そしたらまた改めて紹介させていただこうかなと思います。今、現時点で僕が調べた中では、特にこうバグはなかった。いろいろやったんですけど、デバッグ作業みたいなのを。ジャンプ台のモーションって、ルキの第一段階のジャンプと似てて、まあ、多分、うん、ほぼ一緒だと思うんですよね。だからそれを、軸にしてルキノのバグ技みたいなのをこう思い返してみて試してみたんですけど、まあ特になかった。てか結構ルキノポジみたいなのが消えてたんだよね。前はここ貫通できたよなとかっていうところが、まあ結構消されてたか、まあほとんど消されてて、まあ思った以上に何もなかったっていう感じです。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。